犯人視することもないということも直接お伝えしたいと思います。改めまして大変申し訳ございませんでした。静岡地方検察庁検事正の山田でございます。本日は袴田巌さんの事件の捜査公判を担当いたしました静岡地検の検事正として検察の思いを伝えに参りました。まず袴田巌さんが相当の長期間にわたり法的地位が不安定な状況となり、その間巌さん、そして秀子さんがとても言葉にはできないような辛いお心持ちで日々を過ごされましたことにつきまして、刑事司法の一翼を担う検察としても大変申し訳なく思っており、そのことについて直接お伝えに参りました。また当然のことでございますが、検察として今回の無罪判決を受け入れ控訴をしないと決めたものである以上、対外的であるかどうか否かを問わず、この事件の犯人が袴田さんであるというようなことはもう申し上げるつもりはございませんし、犯人視することもないということも直接お伝えしたいと思います。改めまして大変申し訳ございませんでした。58年前の事件ですのでね、私たちはもうね、今更検察にね、どの方の言うつもりは毛頭ございません。それに私も岩尾もね、もう運命だと思っておりますもん。それで無罪が確定がいたしましてね、今は大変喜んでおります。うちょうてになっているんです、私たちは。それですので今日はご苦労様でございました。わざわざおいでいただきましてありがとうございました。世界をうまく収めるということはね、どこまで折れなきゃしょうがないのかということは、それが問題だって言ってですね、金田の問題が出てきて、そういうのがいるという、どこまで戦うのかということの決定が行われてる、ここで決定しようということでね、金田の扱いはどうするのか、そういうことが最後だっていうので、よろしくお願いいたします。